はい、ベルリンから斉藤健介です。今まで自分がアップした動画を見返して思ったんだけど、自分でも驚くのが、結構喋るようになったなっていう部分ね。この自分のことを積極的に喋るっていう部分が、海外に住み出して一番に変わった部分かもしれん。自分の中でね。日本で働いてた頃って、あんまり自分のことは喋らなかった気がする。世間話とかはしても、本心は語ってなかった気がする。自分ギリギリ昭和生まれだから、まだ日本特有の男は黙って働くべしみたいな気風があったと思う。誰かに言われるわけでもないけど、時代の空気としてそういうのあるから。今もあるのか、どうなんだろう。80年代、90年代もまだあったかな。必要以上に喋らなくても、みんなが通じ合ってやっていけた幸せな時代があったの。そういう共同現象があったと僕は感じているんだけど、テレビや新聞という巨大メディアが今よりも力を持っていた時代、みんな同じものを聞いて、同じものを見ていた時代、一つの共通の価値観を共有していた時代、いいか悪いかじゃなくて、そういう時代があった。2000年に入る前くらいから何かがどんどん変わっていった。その前の1995年、地下鉄サリン事件というのが起きた。ちょうど僕が高校生の時に起きた事件で、ある日本の宗教団体が多数の乗客が乗っている地下鉄内で神経ガスを散布するというテロ事件なんだけど、その事件のニュースを見た時、なんとなくだけど日本という国がもうそれまでの日本じゃないんだなって感じたのを覚えている。日本という一つの国で、みんながみんな同じ価値観を持っているという共同現象みたいなのが崩れていってる気がした。いつの間にか歪みが生まれていて、その歪みは大きくなっていて、文化とかアートってその時の時代の空気を反映する部分があると思うんだけど、その地下鉄サリン事件の起きた1995年、テレビで「新世紀エヴァンゲリオン」っていうアニメがやっていた。当時は全然見なかったんだけど、周りは結構見ていて、何年後かに再放送したりとかですごいブームになっても、僕は全然見なかった。たまたま僕のアンテナに引っかからなかっただけなんだけど、最近になってでベルリン住み出してから、ネットでテレビ版の1話から順番に見ていったら、どんどんハマっていったの。あの時代にこういうアニメが流行った理由がやっと分かって、90年代の日本の時代の閉塞感とか、他者とのコミュニケーションを取るのが難しくなってきている戸惑いとか、そういうのを感じた。海外来ると分かるのが、まあ僕の場合ベルリンなんだけど、誰も自分のこと分からないのは当たり前で、喋らないと分かり合えないのは当たり前で、だから分かり合えないということを大変だと思うんじゃなくて、当たり前だと思ってどんどん喋って説明していくというみんなの姿にマジびっくりしたね。僕はこっちで絵を売っていこうと決めた時も、絵は描くけど絵の説明はしないというスタンスだったの。初めはね、絵は見ればわかるみたいに思ってたんで、説明しなくても伝わるのが本物の絵みたいに。まあそれだけ自分の絵に自信があったっていうことだけど、やはりというか力不足というか、それじゃ全然ダメでね。これはこういう絵なんでって、ということを説明しなければ全然伝わらないから。で、しぶしぶ説明しようとしても全然出てこない言葉が、絵を説明する言葉が出てこない。頭の中にはモワモワしたアメーバみたいなイメージはあるんだけど、心の奥を表現しましたとか、精神世界がなんたらかんたらとか、
そういうふわっとした言葉はいくらでも出てくるんだけど、そんなもん定型文みたいなもんで、当たり障りない言葉を並べているだけだから、言葉がないって考えがないと言われてもしょうがないんだなって、それに気づいた時すごい悔しかったけど、そこから自分の考えを言葉にする、自分の絵を言葉で説明するということに何回も取り組んでみた。それは自分の考えに言葉という形を与えていく作業でもある。アメーバに形を与えていく作業、慣れるまでは大変。自分は今までそれをやってこなかったわけだから、今でもまだまだできてないと思う。それでも他者とコミュニケーションしたいと思ったから、自分の絵を他者に分かってほしいと思ったからやる、というふうに考えて動いていた時に見たのが、たまたまエヴァンゲリオンだったから。主人公まあシンジ君がさ、ずっと他者とのコミュニケーション怖がってて、他者と関わるの怖がってて、やだやだ言っていて、最後あれじゃ地球が滅びの、溶けるんだっけ、アメーバみたいにみんなが溶けていくような、あの感覚よくわかるんだ。体内回帰願望だよね。何でも形を与えていくのが一番大変なことだから、形を与えるということは責任を取るということでもあるから、アメーバみたいに溶けてしまいって思ったシンジ君の気持ちはよくわかると、まあいろいろ考えることはあったわけで、これはあくまでも自分というアーチストのみにおいての考えね。そうじゃない考えがあってもいい、アメーバみたいなままでもいい、説明というものをどこまでするかという部分でもアーチストそれぞれ線引きがある。でも僕自身で言えば、絵を描いてそれをどんどん喋ったり動画にしたり、いろいろな形で伝えて、そうね、言葉でもいい、映像でもいい、音でもいい、自分の考えに形を与えて相手に渡す、どういう形の与え方が効果的か、そんなに考えながら、どんな形でもいい、ただやはり他者と関わってこその人生だなって思います。はい、今日はこんな感じで、ではまた来週、ベルリンからです。